先生、エスキモー部落に着きましたよ。ああ、寒い。話はついてんですか？ええ、コロンビア大学のウィリアム教授が連絡しといてくださったの。ああ、Oh, how do you do, sir? We are from the exploration ship Chidorimaru. I know. Out! The David's bird. Engine を止めてるのは音波探知機に見つからないためね。どこの国のかしら。こんな平和なエスキモー部落にまで冷たい戦争の波は押し寄せてる。よっ、おう、どうも。あ、ご苦労さん。ああ、寒い寒い。あ、ご苦労さん。船長、日高さんたちはエスキモーから何か探り出せますかね。うん、うまく成功するといいんだがね。はあ。船長、あれは何ですか？Unidentified aircraft, sir.Have you spotted anything on your radar screen? No, sir. It must be coated with anti-electric wave paint, sir. Okay. Operator, hand me the mic. Yes, sir. Calling all planes, fighter planes based in the Arctic Ocean. This is your commander calling. Over. This is the strategic fighter. Over. There's an unidentified aircraft flying on course 84.27 degrees north.Latitude and 176.58 degrees east longitude. Intercept and escort it to the base. If it resists, shoot it down. Roger.原爆の実験でもあったのかしら。いや、そんなニュースはないですよ。さっき墜落した飛行機が原爆積んでいたに違いないんだ。これはいよいよ特ダネもんだ。これだけ離れてれば死の灰の影響はないと思うけど。
fighter planes. Answer. Calling fighter planes. Answer. Calling fighter planes. Answer. Impossible to make contact, sir. Impossible, hell. Nothing is impossible. Keep trying. Yes, sir. Sir, I think somebody is sending out radio jamming waves. What are you doing about it? Find out where it's coming from. Yes, sir. Yes, sir. Chief, I hear there are strange turtles on the Atlantic continent. Do you know anything about them? Let me see. Sensei! ことによれば、第三次世界戦争が始まるかもしれないのに、もう亀の調査なんかどうでもいいじゃないですか。残念ながらそうかもしれん。山本君、千鳥丸との連絡はどうなった？取れないんです。なんだか空中状態が悪くて全然通じないんです。仕方がない。千鳥丸へ戻ろう。はい。グッバイチーフ。サンキュミスター日高。This is the legendary stone handed down from our fathers. Then, is this a turtle which lived on the Atlantic continent? Yes. It is the devil's envoy, Gamera. Gamera, か? やっぱり私の仮説が正しかったんだ。でもこの波のような模様、波にしては少し変ですね。Mr. Chief, is this the wave? I don't know. Anyhow, they are frightening. これはことによると大変なことになるかもしれんぞ。波でなければ何ですか？あまりにも大胆な仮説なので発表は慎重を期さなければ。僕は素人ですが、亀は水生動物だからこれは波に決まってますよ。そうだといいんだけど。キノコ雲はだいぶ薄くなりましたね。ああ、北極でボカボカやられちゃ地球の回転力が変わっちゃうよ。だから日本は台風が多くなるばっかりだよ。船長。ん？From a Chidori Maru. Huge turtle, 60 meters. What's going on around here? I don't know, sir.
Looks like a huge turtle made its appearance. Well, I will have to order up the observation planes to find out what's going on. Covered with the Chidori Maru sack, but I can't see either crew or his turtle. Good afternoon. Ladies and gentlemen, we have special news and an extra guest, Dr. Hidaka. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Please sit down. Thank you. Ladies and gentlemen, Dr. Hidaka, a Japanese zoologist, will now comment on the great turtle which made his appearance in the Arctic Ocean recently. Dr. Hidaka, please. 全世界の皆さん、今から数千年昔、北極海のあたりにアトランティス大陸という広い大陸があったと推定されます。 そこにはガメラという巨大な亀が住んでおりました。これはエスキモーに伝わる伝説の石です。このガメラは氷に閉じ込められたまんま数千年に及ぶ冬眠を続けましたが、今回、某国の原子爆弾により氷山は崩れ、ガメラは蘇ったのです。ガメラを目撃した千鳥丸の乗組員は一人も生存者がおりません。 私たち二人と、それからもう一人のキャメラマンは乗船しなかったために命は助かりましたが、このガメラは相当に凶暴性を帯びているものと推定されます。ただし、ガメラは原子爆弾により全身に放射能を浴びている関係上、遅かれ早かれ死ぬものと推定されます。動物学者としては二度と巡り合うことのできない貴重な標本を失うことになり、残念です。 しかし、現在、海の底に死骸となって横たわっていることを、私は人類の平和のために祈ります。 宙返りするって話は聞いたことがねえが、ことによるとありゃ噂に聞く空飛ぶ円盤でねえかな。 ここ2、3日来、世界各地で空飛ぶ円盤騒ぎが急激に増えておりますが、日本でも昨夜遅く、新潟県の農家のおじいさんが見たと届け出がありました。 For a magazine or a newspaper, sir? Oh, thank you very much. 世界中が空飛ぶ円盤で持ちきりですね。ガメラの影薄くなりましたね。ガメラは放射能を浴びてるからね。ことによると死んでるかもしれんよ。しかし、人類の平和のためにはその方が望ましいがね。 それにしても、一緒に乗り込んだ千鳥丸の人たちが、私たち三人を残して全滅してしまうのって。まったくね。ガメラを調査にエスキモー部落に行った我々だけが命拾いするんだってね。実は、今まで、お二人には隠してたんですけど、我々三人がエスキモー部落を訪問のために、千鳥丸を下船した時、本当はどこの新聞社のカメラマンがお二人に同行するか、くじ引きで決めたんですよ。じゃあ、親木さんは苦渋が強かったのね。なるほど。 千鳥丸には8人のキャメラマンが乗り込んでいたから、くじに外れた7人が北極海の木図になったというわけか。そうなんです。
あのくじは生命のかかった運命のくじだったんですよ。僕がそのくじに当たった時、その当たりくじとウイスキー一瓶を交換しようなんて申し出たやつがいました。果てしない氷の平原で犬ぞりは車で走ってた方がスカッとするからね。ええ、それもあります。しかしカメラマンたちの本心は、京子さん、あなたと旅を続けたかったからなんですよ。え？結果的には僕は命拾いしたんですからね。京子さん、京子さんは僕にとって運命の女神なんですよ。まあ、そんな。いやいや、僕の偽らざる本心ですよ。桜井さん。あら、上田先生。今お宅へ伺うところだったんですよ。あの、年男が何か。一度うちの方の耳に入れといた方がと思いまして。実はこれなんです。あら、また。ええ、年男君の描くものは作文でも図画でも亀ばかりでしてね。まあそれ自体は悪いことじゃないんですが、学校にまで亀を持ってきて友達とは遊ばない、少々行き過ぎじゃないかと思うんです。あの、学校にまで亀を。ええ、お父さんのお勤めの関係から転校の多い学童にはごくありがちなことです。敏夫君もうちの学校で3度目でしたか。はい、それに小さな時に母を亡くしたものですから。まあとにかく学校へは亀を持ってこないように十分注意してあげてください。はい、いろいろとお手数をおかけしまして、どうも。じゃあ、はあ、本当にあの子ったら。ねえお父さん。ん？今夜夜勤なの？東大森には休みはないさ。それにして昼寝ばかりしてるじゃない。ごちそうさま。トシちゃん。そんなものどうすんの？亀の餌にするんでしょ。お父さん、行ってやってくださいよ。年男、お前が小さな亀を可愛がってる気持ちはお父さんやお姉さんにもよくわかるんだ。こっちへおいで。でもね、今のままで大きくなってもしも人間嫌いでもなったら大変なの。世の中はね、一人で生きていかれないでしょ。その亀を離しておやり。その方が亀も生まれ故郷へ帰れていいし、お前も亀のことは忘れてしまった方がいいんだ。亀を捨てたらね、お父さんが何でも好きなもの買ってくれるって、うん、買ってやると思う、ね、お前の一番好きなもの言ってごらん。一番好きなものは何？なんだ？亀だよ。年男、お父さんやお姉さんはね、お前の将来のためを思って言ってるんだよ。言うことを聞かないとお前が学校行って留守の間にお父さん捨てちまうぞ。お父さんもね、そんな意地の悪いことはしたくないね。だからお前の手で捨てておいで。分かったわね。変な子ね。
しよう。どうしたんだ。お父さん。しまったよ。僕どうしてここにいるの。ガメラがね、ガメラが助けてくれたのよ。え、ガメラが僕を。よかったわ、よかった。よかったよかった。あ、日高先生ですね。ほう。北海道にガメラが上陸したんですが、ご存知ですか。知りません。海の底で死骸になっているってのは嘘ですか。ちょっと失礼して、フロントに用がありました。おっす。どうぞ。あ、どうも。あ、もしもし、日高ですか。はあ。わかりました。このまますぐ現地に向かいます。山本君、北海道大学の村瀬博士だ。北海道にガメラ現れたらしい。え？すぐ切符の手配をしよう。はい。あ、先生。ぼぼ。あ、いずれまた。あ、先生。次に、ただいま入りましたニュースをお知らせいたします。現在、航空自衛隊の偵察機が空からガメラの行方を調査しております。今後、ガメラを見つけ次第、ね、臨時ニュースでお知らせしますから、年はこのままラジオやテレビを切らないでください。やっと寝ついたわ。チビ、どこ行ったんだ。あ、そうか、チビがガメラになってるかもしれないぞ。や、君。あら、青柳さん。命拾いした三人組の一人を置いてきぼりにするなんて臭いですね。よし、君、新聞社で待ってるんじゃないのか。あ、たった今北海道のガメラを写しに派遣されることに決まりました。京子さんは幸運の女神ですからね。僕はどこまでもくっついて離れませんよ。青柳君、ガメラはまだ君見つかってません。うん、早く見つけんと君大変なことになるぞ。おい、なんだ今の音は。まさか裏山が噴火するんじゃないだろうな。変だな。
発電所の方へ向かっております。ひどい妨害電波だ。もしもし、聞こえますか？もしもし。どうしたんだ？何の音だろう？なんだ？どうしたんだい？おい、どうした？何かあったのかい？どうぞ。ただいま到着いたしました。東京大学動物学教室の日高です。助手の山本です。そちらは？あ、日東新聞のもんですか。困りますな。マスコミ関係者はご遠慮願ってるんですが。いや、この青柳君は我々とエスキモ部落へガメラの調査に出かけた仲間でしてね。ガメラとは因縁浅からぬものがあります。同席してもらえば何か参考意見でもあるかと思いまして。なるほど。ではどうぞ。深川。は。午後7時半ごろ、襟裳岬に現れて灯台を破壊したガメラは一旦水中に没し、今から15分ほど前に地熱発電所に向かって接近中を発見いたしました。地熱発電所とおっしゃいますと？私から申し上げましょう。この辺りを通っている千島火山帯の1000度に及ぶ高温の水蒸気をボーリングして人工的に吹き出させ、その蒸気でタービンを回して発電させるのが地熱発電所です。じゃあそこ行けば1000度の水蒸気が地面から吹き上げてるわけですか？そうです。1000度といえば人間ならひとたまりもなく即死する温度ですな。その高温を利用してガメラを退治するということは考えられませんか？いや、それはおそらく無理でしょう。ガメラは原子爆弾の途方もない高温に耐えてきたやつです。1000度ぐらいではびくともせんでしょう。しかし日高さん、他に何か変わるべき対策でもございますか？そうですね、地熱発電所の最高出力は？は、35万キロワットですが。35万キロワットあるいは可能かもしれんな。司令車、司令車、応答願います。こちら司令車、どうぞ。攻撃準備完了。了解。攻撃を開始してよろしいかな？待ってください。一発も弾を撃たなくてもあいつを殺せるかもしれんのです。そんなことができるんですか？あ、どうも、ご苦労さん。準備完了しました。先生、壊しに近づいてますよ。スイッチを入れてください。35万キロワットの全出力を放電してください。ますます元気が出てきたよ。まったくね。ガメラの細胞組織はどうなってるのか知らないが、これじゃ栄養剤を注射してやってるもんだ。先生、これはどうなってんですか？わしの失敗のようだね。司令官、攻撃を開始してください。攻撃開始。攻撃開始。なんてやつ。司令官、攻撃を中止してください。
あいつは不死身のようです。しかしこのままでは。分かっております。車を一台貸してください。私が戻ってくるまでに村人たちを避難させて守ってください。承知しました。お願いします。ヒグイガメ。はあ、プラトンの予言や世界の古い俗謡の中にヒグイガメのことはあるが、現実世界では想像もできんことだね。先生、ガメラには弱点はないんでしょうか。わからん。今言えることが一つ。何ですかそれは。ガメラの体の組織細胞はおそらく金属よりも強い物質でできているに違いない。一種の無機物を摂取して体内で有機化する作用をする。では人類が発明した戦争用の武器でガメラを殺すことは不可能です。核爆発の膨大なエネルギーなどはヤッコさんに栄養を補給してやるようなもんじゃないかな。すると原子爆弾など全ての核兵器では歯が立たないというわけですね。この伝説の石のこの模様、波にしては合点がいかんが。私たちも初めからそう思ってるんです。エスキモーのこの素朴な表現の中に実は途方もない真実が隠されているのかもしれんね。あとはもうアメリカ軍に協力を要請して核ミサイルを発射してもらうだけです。ナモアエン、米軍司令部へ手配したまえ。はっ。以上は認められませんか。しかし今度こそは目に物見せてやりますよ。アメリカ軍に要請して核ミサイルをぶち込んでもらいますから。え、司令、核ミサイル発射準備完了です。よし、発射。待ってください。撃っちゃダメだ、撃っちゃダメだ。どうしよう。撃っちゃダメだよ。司令官、この坊やの言う通りです。核ミサイルの発射中止してください。どうしてなんです。これが最後の切り札なんですよ。ガメラは火を喜ぶ性質を持っているから、放射能を浴びせかけたら奴帰って喜ぶだけですよ。しかし。いや、帰って被害甚大です。そうでしたか。君、発射中止だ。はっ。さん、ありがとう。ガメラを助けてくれてありがとう。ガメラは本当悪い奴じゃないんだ。カメはみんないい奴ばかりさ。いい奴であるようにおじさんも祈りたいよ。司令、ここの発電所は完全に破壊され、回復の見込みは全然ありません。ご苦労。博士、お聞きになりましたか。とにかくエネルギー源を食うということは全く無敵だ。日高君、何か意見はないかね。はあ、逆もまた真なりという定義が正しいとすれば、高温に強いものは低温、つまり冷たい温度には弱いと思います。ガメラの体を凍らせるような冷凍作戦とでもいうような方法以外にはないと思います。冷凍作戦か。それも一つの可能性かもしれんね。これは結果を保証することはできかねるんですが、現在我々の研究所ではあらゆるものを凍らせてしまう冷凍爆弾を開発中でしたね。まあ、全てのものを凍らせてしまうんですか。そう、これは軍事機密なんですが、例えば熱帯地方のジャングルで戦争が行われるような場合、熱帯性の動植物を冷たい温度で封じ込めるのが目的です。司令官、研究はどの程度進んでるんですか。試作品はすでに完成しております。まあ、とにかくその冷凍爆弾をガメラにぶつけてみようじゃありませんか。させ。ただし一つだけ難点があるんです。と言いますと。冷凍爆弾の有効期間は目下のところ10分間だけです。ですから10分経つと凍ったものも徐々に溶け始めるんです。10分間しかガメラを束縛することはできんのか。ええ、残念ながらその通りです。カメラは移動開始しました。カメラは移動開始しました。カメラは移動開始しました。
刻も猶予ならん。やってみましょう。10分間に全てをかけるのです。カメラはゆっくりと地獄岩方面に向かっています。了解。地獄岩を降りたところに温泉街があるんです。それまで何とかしないことには。急ぎましょう。はっ。冷凍爆弾の効力は10分しかありません。したがって我々も10分以内に仕事をして戻ってこねばならんのです。いいですか。ダイナマイトを仕掛ける場所を間違えるといたずらにガメラを喜ばせるだけです。やり直しは機関から慎重にお願いします。ヒラさん、よろしいですか。どうぞ。成功のようです。先生、今から10分間ですよ。分かった。出発。カメラが動き出しましたよ。カメラには冷凍爆弾も10分間しか持たんのか。あと何分。5分よ。急がないと危険です。全員来たまえ。全員退却。大丈夫だ。なんとか間に合う。危ないよ。準備完了。よし、展開用意。カレー成功だ博士。でこれから先は。カメという動物は裏返しにされたら自力では起き上がることは不可能です。このまま気長に飢え死にするのを待てば今度こそ奴の息の根は止まります。先生、おめでとうございます。あそこでガメラが餓死してくれれば我々は得難い標本を授かることになるんだ。おい、見ろ。ガメラのやつ、手足を引っ込めたぞ。手も足も出ないとあのことさ。空を飛ぶとはの。
大和君、エスキモンの石。はい。先生、伝説の謎は解けました。この模様は波じゃなくて雲だったんです。ガメラは空を飛ぶことを暗示するために描かれていたんです。あの晩見たのとそっくらじゃねえか。じゃあおじいちゃんが見たのはガメラだったんだね。うん、そうよ。うっかり長生きするとろくでもないもんばっかり見るさ。だと思う。大丈夫？平気だよ。早く気をつけろい。どうしたの？こんな石北海道から持ってきたの？お姉ちゃんに内緒でこんなことするなんて。トシちゃん、ガメラの家だよ。え？ガメラのお家？チビがガメラになったんだよ。これだけ世界中のあちこちでガメラが空を飛び回ってるのに行方が突き止められないなんて残念ですね。いや、まだ特定の土地を襲ってないだけ見つけもんだよ。ええ、どうぞ。どうぞ。こんにちは。先生、こんにちは。おお、図書君、どうしてここへ。もしも上京したらお尋ねくださいって私がお手紙を差し上げたんです。ああ、でもこんなに早くお目にかかれるなんて。はい、実は私たちの灯台がガメラに壊されて、ただいま建て直し中なんですが、感謝が出来上がるまで住まいも不自由なもんですから、当分の間私とこの子は築地にある父の実家に厄介になろうと思いまして。おお、それは大変ですね。でも敏夫ちゃん、東京見物もできるわけね。ほら、あそこに見えるでしょ、あれが東京タワーよ。先生、ガメラどこ行っちゃったんですか？さあ、おじさんたちも探してんだわね。ガメラ一人ぼっちできっと寂しいんだよ。本当は悪いやつじゃないんだ。カメはおとなしい動物なんだよ。この子ったら本当にカメが好きで。嘘じゃないや。ガメラは寂しいからお友達を探してるんだ。お腹が空くから餌を探してるんだよ。チビみたいな小さなカメもガメラみたいな大きなカメも一緒なんだよ。同じなんだよ。僕にはちゃんと分かってるんだ。ねえおじさん、皮肉なもんね。私が来てから途端に仕事が暇になっちゃって、なんだか私悪いみたい。何言ってんだよ。信代ちゃんには関係ないけど、魚や缶詰と干物ばっかりじゃ商売上がったりだよ。一郎ちゃん、待ってよ。どうしよう。僕の石返してくれよ。知らないよ、石なんか。嘘だ、さっきいじってたじゃないか。知らないよ。一郎、知ってんなら返してやんな。知らないよ。お前さっき大川の方へ何か捨てに行ったじゃないか。あれがそうなんだろ。おい、本当のこと言ってみな。僕、敏夫ちゃんが石ちっとも見せてくれないから捨てちゃったんだ。しょうがねえやろだな、いたずらばっかりしやがって。敏夫ちゃんよ、おじさん代わりの石を探してやっから勘弁しておくれよな。これなんかないや。どうしよう。あいつ居候のくせに生意気だよ。バカ、なんてことやん。はん、いいんです、おじさん、あんな石捨てちゃった方がいいんだから。ねえ、トシちゃん、そんなにくよくよするんじゃないの。男の子でしょ。いくら投げたってなくなったものは戻りはしないんだから。ねえ、あんな石大川行ったらいくらだってあるじゃないね。トシちゃん、分かったわね。トシちゃん、なんだ、寝ちゃったのか。
今までに判明したガメラの性質は、一つ高温を発する火を好むこと、二つその火を噴射して空を飛ぶこと、それから体の中に火力発電所のような組織を持っているためか、時々不可解な電波を発射します。このフィルムは先日襲われた地熱発電所のものでありますが、この時にも妨害電波によって無線通信が途絶えがちだったのは、すべてガメラのせいだと推定されます。そしてガメラはエネルギーを補給するために一種のエネルギー源を餌として食するようです。俗に炎を発する石油石炭はもとより、人類が持つ最高のエネルギー原子爆弾などの核エネルギーも好んでガメラを襲うかもしれません。所長、お聞きになりましたか。よかったよ。いや、現在当研究所には3万3000キログラムのウラニウムと30万キロリの同位元素を保有しているが、ガメラがこれを動物的本能で嗅ぎつけて襲ってくる公算は極めて大です。ガメラの大好物を速やかにどこかへ隠したらどうですか。ガメラの手が届かないところというのはどこかね。こう毎日荷が減らねえんじゃ本気で商売街を考えなくちゃいけねえや。まったくだ、太平洋の魚がみんな落ちんじゃるなんてよ、どうかしてるぜ。本当に海白より聞いたこともねえやな。地球によなんか異変が起こったんじゃねえのかな。本日江東区のいわゆる海抜ゼロメートル地帯へ高潮が逆流し、床上浸水260戸、床下浸水約1000戸に及ぶ出水災害が起こりました。この模様をフィルムでご覧ください。この高潮の原因は全く不明で、東京湾のこの地区だけに高潮が起こるということは気象学的に考えられないそうであります。当局では原因を調査中でありますが、最近沿岸地帯の漁獲量が急減したことと睨み合わせて大きな社会問題になっております。続いて東京湾では不可解な電波妨害があり、空中状態が極度に混乱し大事故が勃発いたしました。ラジオビーコンに誘導されていたギリシャの石油タンカーが不良な空中状態のために感度が乱れ、進路を誤って衝突したものであります。それではキャメラを防衛庁に切り替え、ガメラ防衛対策本部日高教授の共同記者会見の模様をお伝えします。東京湾に起こっている相次ぐ不可解な事件は今のところ詳細に原因はつかめておりません。しかしこれはあくまでも私の推測でありますが、いずれの場合にもその原因はガメラではないかと考えられます。というのはどういう意味ですか。は、今までのデータを総合しますと、おそらくガメラは東京湾の海底にでも潜んでいるのではないかという結論を出しても決して言い過ぎではありません。東京湾の不可解な事件を究明するべく、アメリカ、ソ連をはじめとして世界中の科学者が続々と来日した。以上が今までの経過であります。結論として残念ながら、ガメラの息の根を止める根本対策は全くないということです。人類が持っているいかなる武器も役に立たないのであります。ミスター・モラシー、私たちはニューヨークの国連本部から一つのアドバイスを受けてきたのです。はあ、お聞かせください。それは例の伊豆の大島に建設中の Z プラン使ったらどうかということです。はあ、あの Z プラン。あの Z プランは絶対です。あれ以上のガメラ撃退法はないでしょう。その頃、伊豆の大島に世界中の科学の粋を集めて、ある膨大な実験設備を建設中だった。その設備は、アメリカとソビエトが平等に技術的援助を提供して人類の科学の進歩を世界の人々に公開しようというもので、海岸べりの山の中腹に着々と作られていたのである。だがしかし、こちら原田管制塔、こちら原田管制塔、こちら原田管制塔、応答願います。こちら原田管制塔。
あれは何だ。カメラが何だい。そうだよ、その男子を止められるものは何もないんだ。おとれ頼む、親の身にもなってみろ。お前たちもお父さんやお母さんもいるんだろ。カメラだ。
ミスター日高、ジットプランは我々科学者に任せてください。ただしガメラについて一番臓器深いのはあなたです。私たちはあなたを中心にしていかなる援助も欲しみません。世界中の科学技術を挙げて応援します。ありがとうございます。日本人の一人として心より感謝いたします。しかしジットプランは24時間経たないと完成しません。問題はそれまでの間にガメラをどうするかです。それは動物学の立場から見てガメラが暴れ回っているのはエネルギー源が不足しているからじゃないかと思われます。現在ガメラは石油コンビナートに座って鉱物の炎を吸い込んでおりますが、計算によりますとあそこの石油は8時間で燃え切ってしまうそうです。日高君、被害を最小限度に食い止めるにはガメラをあそこへ釘付けにするのが一番いいんだ。そうなんです。それには炎が燃え続けるように石油をよそから運搬してきて補給する以外に方法はありません。分だと上タンクは全部やられるな。はあ、はあ、了解。おーい、発射。もしもし、こちらコンビナート。あ、日高さんですか。はい、わかりました。皆さん、あと24時間石油を補給して頑張れば OK です。頑張ってください。おお。あと24時間だ。頑張れよ。おお。カメラ。大丈夫だ。はい。開けた。
皆さん、世界上の最新技術を結集した大島のジェットプランがただいま完成したことをご報告いたします。しかし問題はガメラをいかにして大島まで誘導するかですね。せっかく受け入れ体制が整っても肝心のガメラが大島へ行かないことには Z プランの実現も不可能です。私に一つのアイデアがあるのですが。ミスター日高どうぞ。ガメラをいかに大島まで確実に行かせるか、それはかくて Z 計画はいよいよ開始されることになり、島民の避難は始まり、マスコミ関係者を含めて一般人は立ち入りを禁止された。青柳君とも当分別れたね。生き残り3人組の僕だけが置き去りにされるなんてひどいな。でもマスコミ関係者は大島へ行かれないんだから、まあ諦めるのね。僕の運命の女神とも別れだ。残念だ。村瀬博士のいる川崎行きなさい。あそこなら取材ができるはずだ。じゃあ。じゃあね。君たちは大島へ行きましたか。ええ、あとは必要機材を送るだけです。ガメラのやつうまく大島へ行ってくれるといいんだが。どうしたんです。はい、あの八王子の近くに疎開することになっていたんですけど、不意に敏夫が行方不明になってしまったんです。あの子はいつもガメラのことばかり言っていましたから、もしかしたらここじゃないかと。敏夫君。ええ。もしもし。はいはい、そうです。はい、ヘッド計画最終機材到着しました。海岸の仮本部へ願います。はい。もしもし。そうです。イエス、これが Z 計画の第一段階です。やだよ、やだよ、しょうがないな。どうしてトラックが乗ってきたんだ。どうしたんだね。先生、密航者なんですか。密航者。まあ、年寄っちゃん。しょうがないガキだな。僕、ガメラのことが心配で。まあ、敏夫君、邪魔をしないで見てるんだよ。うん、さあ、あっちへ行きましょう。Well? じゃあ皆さん、始めます。ミスター日高、本当にガメラをここへ呼び寄せることはできますか。もちろんです。台風が近づいてますから、その前にやってしまわなければ。もしもし、こちら大島、 Z 計画開始します。敏夫君は大島で保護されているそうだ。まあ、よかったわ。もしもし、こちら大島、こちら大島。タンカー到着。先生、お願いします。よし、わかった。
お願いします。かかれ。あいつに付け。思い出しましたよ先生。成功だ。日高君やったぞ。ガメラが今我々の前を通過している。わかりました。皆さんガメラこっち行きます。え、もしもし、もしもし。はい、わかりました。準備は完了しております。先生、来ましたか？そう、慌てちゃいかん。台風情報を申し上げます。大鳥島の東方に発生した台風がにわかに進路を北東に取り、急速に本土へ接近しております。中心気圧は960ミリバール、最大風速は50メートルで、この台風の特徴は雨を伴わない。ミスター日高、どうしましょう？太平洋側の海上陸さえしてくれればこっちのもんなんですが。カメラだ！ガメラが来たぞ！ガメラだ！どうしたぞ。カメラダメだ、来てダメだ。カメラダメだ、来てダメだよ。カメラ早く来い。もうちょいだ。来そう。おい、カメラ撃ってきたぞ。例のメカニズムを使用したらいけません。しかし そんなことをしたら燃料不足で Z 計画の実現は不可能です。先生、誰か誰か止めるんだ。おい、やめろやめろやめろ。何をするんだ君は。まあ青柳さん、話せ話せ。やめろ、どんどん燃えるんだ。おい、十分狂ったのか。青柳さん、また特ダネでも狙おうっていうの。違う、マスコミ関係者はね、この島へ上陸禁止でしょ。しかし僕はどうしても皆さんのお手伝いがしたくて、リップに紛れ込んで陰ながら Z 計画の仕事をさせてもらってたんですよ。でも火をつけるなんて無茶よ。いえ先生、この火事を大きくしてもっと盛大に燃やすんですよ。カメラは火が好きだから、これを目標に上陸させるんですよ。そうだったのか。よし、みんな火をつけるんだ。Yeah.
だけのことはやったんだ。自然の威力には勝てないんですね。師匠、悔しいよ。収まりましたね。うん、Z 計画には好都合だ。着陸します。ムラサーバス、ホネちゃん、ホネちゃん、トシちゃん、お姉ちゃんはね、ごめんなさい、してよ。Z 計画に遅れちゃうよ。すごいわ。すごいだろ。僕ここ気に入っちゃったんだ。日高君、おめでとう。うまくいったね。どう。スタンバイプリーズ、スタンバイプリーズ。Z 作戦を開始いたします。ファーストステップ。今だ、セカンドステップ。サードステップ。Z プラン、秒読み開始。
全世界の皆さん、全世界の皆さん、ただいま世界中の科学技術を結集してここに完成した Z プランの火星行き宇宙ロケットでガメラの打ち上げが成功しました。地球上では殺せなかったガメラを生物のいない火星に送り込もうという人類最後の Z 計画は、国境を越えた人間愛によって見事成功したのであります。ミスター日高、おめでとう。ありがとう。ミスター、ありがとう。おめでとう。山本君、研究のことはたまには忘れて青柳君の女神になってあげたまえ。先生、すまんです。敏夫君、ガメラが行っちゃって寂しくないか。寂しくありません、先生。僕も先生みたいな立派な科学者になって火星のガメラに会いに行きます。